茨城クローズアップ災害から身を守るために大規模災害などもしもの時に備えましょう地震や津波集中豪雨竜巻などの自然災害はいつどこで起こるかわかりませんいざという時に落ち着いて行動し自分の身は自分で守れるよう普段からどのように行動したらよいか考え必要な準備をしておくことが大切です 非常用品の備蓄や定期的な確認、県や市町村などが行う防災訓練への参加、地域の危険箇所の把握など、日頃からできる防災対策に取り組みましょう。家庭で取り組む防災対策。家庭でも日頃からの備えを確認しましょう。自宅の耐震化。自宅の耐震診断。家具の転倒防止。 窓ガラスの飛散防止。災害時の行動の確認。最寄りの避難所や避難経路の確認。緊急時の家族との連絡方法。地域の防災訓練や防災行事に参加。非常用品を備える。点検日を決めて定期的に確認。飲料水や生活用水の確保。 3日分の非常用食料などの備蓄。ラジオなどの情報収集手段の確保。懐中電灯は家族1人に1個用意。卓上用カセットコンロなどの準備。自動車の燃料は余裕を持って給油。その他、家族の状況に応じて検討。地域で取り組む防災対策。 地域で自主防災組織を結成し防災活動に取り組みましょう自主防災組織を結成しましょう自主防災組織の組織率は本県は61.6%で全国の77.4%を大きく下回っています地域の防災力を高めるためには自主防災組織を結成し 一人一人の防災意識を向上させることが重要です。結成にあたって補助制度を設けている市町村もありますので、詳しくはお住まいの市町村の防災担当課にご相談ください。自主防災組織とは、主に自治会や町内会、小学校区などの単位で自分たちができる防災活動を行うために結成する組織です。 自主防災組織の必要性とは、地域でできること、避難誘導や救助、初期消火などをすることで被害の軽減につながります。自主防災組織の活動とは、地域の危険箇所などを書き入れた防災マップの作成やパンフレットの配布、避難訓練など、自治会の行事と合わせて実施することが有効です。 8月30日から特別警報が開始されました。新たに始まった特別警報は、警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表し、対象地域の住民の皆さんに対して最大限の警戒を呼びかけるものです。1. 今までのの警報とは何が違うの 数十年に一度の大災害が起こると予想された場合に発表。2. 何のために設けられたの住民の皆さんへ重大な災害発生の危険性を確実に伝えるため。3. 特別警報はいつ発表されるの重大な災害発生の危険性が著しく高い場合。4. どうやって伝えられるの？警報注意報と同じく、お住まいの市町村やマスメディアから。5。どんな災害で発表されるの？まるまる特別警報と発表されるのは、大雨、暴風、高潮、波浪、大雪、暴風雪です。また、地震、震度6弱以上、津波、 大津波警報、一定レベルの噴火警報も特別警報に位置付けられます。気象庁から特別警報が発表されるまで、大雨の場合のイメージ、大雨に関する気象情報、警報、注意報に先立ち発表、矢印、大雨注意報、 警報になるる可能性がある場合はその旨発表矢印大雨警報。この段階で注意を。大雨の期間、予想雨量、警戒を必要とする事項などを発表。矢印。大雨がさらに降り続き、重大な災害が起こる危険性が非常に高まる。大雨特別警報。直ちに命を守る行動を。 市町村からの避難勧告などに従い、直ちに避難所に避難。外出が危険なときは、家の中で少しでも安全な場所に移動。あらかじめ取るべき行動を考えておきましょう。ポイント。冷静な判断が大事です。周囲の状況に応じた行動を。ホームページ、気象庁特別警報で検索。 防災お役立ち情報茨城県防災危機管理局 Twitter 防災や消防に関しての情報を定期的に発信する Twitter を4月から開始しました災害時の被害情報なども発信しますのでぜひフォローしてくださいアカウントアットマーク IPARAKI アンダーバー大文字 B 以下小文字 OUSAI 茨城県防災危機管理ポータルサイト気象情報や茨城県の発表する防災情報などを集約したホームページです。ホームページ、茨城県ポータルサイトで検索。防災情報、レッドページをご存知ですか電話帳、ハローページの冒頭に、防災情報、避難所、非常持ち出し品、 緊急ダイヤルなどを掲載しています。最寄りの避難所をご確認ください。茨城県防災情報メールご登録いただいた方へ、携帯メールにて、気象情報や避難情報などを提供します。気象情報警報大雨・洪水・暴風・波浪・高潮土砂災害警戒情報 竜巻注意情報。地震。震度4以上。津波情報。避難情報。避難準備情報。避難勧告。避難指示。登録方法。携帯から。http://mobile.pref.com ibaraki.jp 災害防災情報から防災情報メールから登録問い合わせ県防災危機管理課電話029-301-2885ホームページ茨城県防災危機管理課で検索